おはようございます、よりよりです。いつもご視聴ありがとうございます。座れて、はい、あすかあすか、もうもう、まあまあ、やっぱり力もちょっとね、あのいい意味であの学習してるからね、こうね、奪われても親方がまたくれるわみたいな感じでね、はい、学習しておりますね。はい、座れ座れ、ハッピーハロウィンということでね、コスプレやってます。どうですか皆さん、よかったらね、ご意見ご感想お寄せいただければと思いますね。はい、でもなんかアスカおとなしいぞ。はい、座れアスカ、座れって。お知らせはね、あります。すでに皆さんね、ご存知かと思うんですけれど、10月6日からですね、クラウドファンディングする予定になっております。で、期間の方がですね、11月26日までなんですけれど、先にね、このチャンネル動画ね、ご視聴されしてくださっている方にですね、リキ先行してですね、サイトの方を、ね、公開させていただいております。でこれなんでかというと、やっぱりこうキャンプファイヤーっていうね、まあ、クラウドファンディングのサイトなんですけど、キャンプファイヤー自体のなんていうのかな、その、まあ、ファンの方がいてっていう感じで、公開されたと同時に、あ、このクラファンいいなって、思う方っていうのはね、結構なんかいらっしゃるみたいで、その方がこう、なんていうのかな、こう先行してバッとね、リターン、抑えちゃったりとかすることもね、あるらしいんですよ。ですので、やはりその、やっぱりこのね、チャンネル、ご視聴くださっている方を、やっぱりその優先的に、まあ、リターンの方ですね、協力していただきたいと思いまして、先行してね、要は先にですね、公開することで、まあ、先にこう検討できるじゃないですか。で、10月6日の19時からクラウドファンディングの開始なんですけど、その時にですね、パッとね、こっち行きますね、ファンディングを、まあ、できるようにね、っていうことからね、先行して公開させていただいております。ね、ぜひご協力ね、よろしくお願いしますっていうのが、詳しくはですね、キャンプファイヤーのクラウドファンディングのサイトをご覧になっていただきたいんですけれど、もともとのね、その趣旨っていうのが、後世にいい猟犬をね、残すというね、まあ、趣旨コンセプトで、今回ねクラウドファンディングをやってますっていうのが、僕たちスワレ、僕たちはですね、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけれど、イノシシの有害鳥獣駆除を、ね、この猟犬たちに、ね、頑張ってやってもらってます。で、今非常にその猟犬の入手というのが困難になってまして、で、この背景スワレ、この背景にあるのがですね、まあ、猟師の減少とか、あとね、やっぱりその猟犬の、まあ、減少、あとやっぱり大きいのはね、動物愛護管理法の改正だと思うんですよね。ですので、その新規参入っていうのがね、非常に難しいんですよ。そういったのもあって、まあ、猟犬ってかなりその入手困難になってます。で、欲しいっていう方が、ね、本当にたくさんいるんですよ。まあ、そういった方と そのネットワークを作って、で、まあ、お互いですね、お互いですよ、僕の方から一方的じゃなくて、お互いですね、条件の子犬をね、融通し合える環境をね、まあ、一応作ることに成功しました。で、そのね、土台となる犬舎をね、今回建設したいというところからのクラウドファンディングです。それすいません、笑ってて、すいません、本当は真剣な話をしてるんですけど。
ちょっと待って、アスカ座れ、アスカ座れ。いや、あなたね、よう頑張っとんやけどね、うん、よう頑張ってる。あのね、もっと嫌がるかと思ったら、あの食い地の方が先いいかな、うん、よう頑張ってる。えらいえらい、お利口さん、お利口さん、お利口さんです。用事を取るぞ。よし、はい、座れ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 。で、もうサイトをね、ご覧になった方はお分かりだと思うんですけれど、まあ、リターンっていうのは一般的にね、要は物でお返しするじゃないですか、ね、お、上手だけど、このクラウドファンディングはですね、座れ、物はありません。まあ、死んであげれば、その、まあ、全力応援のね、まあ、画像かなっていうところはあるんですけれど、座れ、まあ、一般的なね、まあ、そのリターン品っていうのはありません、はい、これがね、僕の特徴ですっていうのが、例えばですね、イノシシの肉のジャーキーとかだったとします。あの山くじら亭でね、あの買えますので、それをそのクラウドファンディングっていうことですね、新たにその、まあ、なんていうのかな、寄付金を乗せて、そしてあの寄付を募るっていうのはね、僕にはねできないんですよ。そういうことはできません、ね、なので、物ではなくて、もう気持ちですね、はい、あの僕の意気込みとかね、気持ち、皆さんの応援とかっていうね感じ、これはですね、座れ、例えば防塵ベストのワッペンにしてもそうですし、検査のね、スポンサーさんなんかもそうです。実際に、YouTube とかねご覧になって、で、自分の名前があるなって、じいちゃんばあちゃんの名前があるなっていうね、見れるじゃないですか。そこで、その、こういったその、猟犬たちに、スポンサーになることで、例えばその SDGs とか、あとね、地域貢献ですよね、農作物とか人的被害の軽減への活動に対してね、協力しているっていうね、そんな感じでね、考えていただければ、ね、非常にありがたいですね。あのこういうことを言うと大変失礼になるかと思うんですけれど、あのこの動画をねご覧になってくださってる多くの方っていうのは、あの僕よりもあの、まあ、先輩に当てるわけですよ。年上なんですよね。そういった方にですね、なんていうかな、こう形っていうよりもそのプロセスとかね、うん、そういうのをねこう見てもらいたいんですよね。うん、あのよだれがすごいな。こうやって私がしてあげたとね、なので犬舎建てることができたとね、そう、私がして、あげたおかげで。犬舎内でね出産することができて、そのねワンちゃんがずっとね、後々このね地域だけに限らず、まあ、全国でですね活躍する猟犬礎になるものにね協力したという、もう全然あの胸張っていただいていいので、まさしくその通りなので、本当にあのありがとうございますっていう感じで、そのねその感謝のところから、掲載期間っていうのがあの決めてないんですよ。もうずっとなんですよ。まああの動画ではねお話しましたけれど、一応キャンプファイヤーの方からですね、具体的な年数を言ってくださいっていうところから、あの10年っていう感じにしましたけれど、あのずっとなんですよ。でじゃあこれどうなんだと、例えばね、家臣ね、リキアスカね、例えばね、もちろん縁起でもないことかもしれませんけれど、でも現実問題としてね、じゃあイノシシにやられてね、亡くなりましたとかね、ちゃんとね、生き残って、
天命を果たしましたという時に、スポンサーのねネームプレートなんかどうするんですかっていうやっぱ疑問もあるかもしれないんですけれど、もちろんね歴代良犬としてね犬舎の壁にバッと残るわけですから、ね、ずっとあなたの名前もしくはね、企業さん店舗さんの名前がずっと残る、決して安い金額ではないけれど、わずかな金額といったら怒られるかもしれませんけれど、他のね広告媒体比べれば非常にね、リーズナブルだと思います。活動の内容からして、また広告費として、何十年っていうね広告費でね、なかなかその、リターン分の広告費で掲載できる広告費っていうのはなかなかないと思いますので、またね他のクラウドファンディングのサイトを見ていただきたいんですけれど、掲載期間がね3ヶ月半年1年3年とかっていうね、そういった区切りでやってるところが多いんですけれど、僕はねそういうケチくさいことは言わないんですよ。もう一生なんですよね。そういったところからね決して安くはないというのは本当に重々承知しています。皆さんのですね、稼いだお金とか、わずかなお小遣いとかね、わずかなね、純利益の中から、当てていただいてくださるのは十分分かっているんですけれど、そういったね、側面も考慮していただければと思います。はい、ということでね、今回はね、以上でね、終わりたいと思います。一人でも多くの方からね、ご協力本当に心よりお願いしたいと思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。